では、ヨハネによる手紙第1、2章を開いてください。ヨハネの手紙第1の2章を開いてください。えー、今日は2章の最後の2節を見ていきます。28節と29節です。よろしいですかさあ、子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。 そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨の時に見舞いで恥じることはありません。あなた方は、神が正しい方であることを知っているなら、義を行う者も皆、神から生まれたことがわかるはずです。ですね。見舞いで確信を持つえ、ということが今日の、えーまあ、テーマになっていきますが、 神の前でイエス様のキリストの見舞いに出ても恥ずかしくないそのまま主の前に近づく恵みについて見ていきたいと思います今この28節においてですねさあ子どもたちとこの呼びかけていますね27節まで語り終えて少し一息ついている感じですね 27節までは、この18節からの流れなんですけれども、この幼子たち、今は終わりの時です、とこういうふうに言って、26節のところで、私はあなた方を惑わす者たちについて異常のことを書いてきました、と言ってですね、それで、この半斬りした習わ割について、惑わす者たちについて語った後で、さあ、子供たち、という、 この子供たちという呼びかけを行っています。神によって生まれた子供たちという意味でもありますし、また長老であるヨハネが、神のその愛をもってですね、彼らを愛し、接している、この親しみのこもった子供たちと呼んでいます。で 今までも子供たちって呼んで励ましの言葉を与えていたんですね。2章の1節に私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと。このように言って、そして2章の12節にも子供たち、私があなたに、あなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからですと。 このようにして、この罪を犯さないようにするという霊的成長もあり、また、罪が全部許されたんだよという、ですねこの神様の働きですね、この子どもたち、神によって生まれた者たちに対して行って、神が行ってくださったことなんですね、そして28節の呼びかけも、さあ子どもたちと言って、で、キリストのうちにとどまりなさいと。 もうこれ、ね、あの何度となくもう言ってるんですね。えー、とこのも24節のところから、初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。とどまらせるということをですね、でそれを聞いていることをとどまらせるならば、あなた方もミ子とミチのうちにとどまりますと、えー、このように言って、えー、そして27節の最後のところですね、直前ですね、今日の箇所の、えー、このあなた方は教えられた通り、ミ子のうちに、 とどまりなさいと。このようにして、えー、この、とどまりなさいという励ましを与えて、えー、います。で、まあ、前回も少しあのディスカッションの時に、えー、質問があったんですが、えっ、ー、と、ミ子とキリスト、こうなえー、となんかと特別な意味があるんですかということでね、聞かれましたけど、ミ子のうちにとどまりなさいって言ってるのは、この文脈の中でね、ミ子を持っているものはミ父を持っている。 御子、ね、を否定する者は神を持っていないというです、ね、この反キリストを意識したところでこの神、えっと、父と子の関係この三位一体の神様の父と子の関係ですねその中にあってとどまりなさいということが強調されているわけですねでこのキリストにとどまりなさいというのはこのキリストというのはあの旧約聖書からの このメシアですね油注がれたものという意味ですけれどもこの世を救われる方ですねこの方が一切のことを私たちに知らせて万物を回復される方この方にとどまりなさいという,、まあ、こう強調点が変わってくるわけなんですよで改めてとどまるという大切な言葉を えー、ヨハネが何度となく話していることをですね、えー、もう一度見てみたいと思うんですけど、えーとこのあのえー、注目したいと思うんですけれども、えー、キリストが私たちのうちにおられるっていうですねまたは私たちがキリストのうちにいるというですねこれは奥義とこの最初では書いてありますね一緒にこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト。 栄光の望みのことです。とこう言っていんです。天地万物を作られた神がおられてその中に生きるようにキリストがしてくださったということです。エデンのそので神と一つになっていたところから離れてしまったけれども、神が人に近づいて幕屋あるいは神殿によって彼らの間に住むようにはなりましたけれども、えー、それでも不完全であった。今やキリストの十字架によって完全に神と和解して、 その流された地によって私たちの罪が取り除かれて、それで、再び私たちが神様のうちに住むようになることができ、御霊がうちに住んでおられるので、道しとみ子が私たちのうちに留まる、住んでくださるようになったということですね。ヨハネの14章の20節に、その日には私が父のうちに、あなた方の、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることが、あなた方に、 わかります。で、この特別な、えー、うちに留まるという関係の中でね、神様が私たちに願われているのは第一に、実を結ぶことですね。実を結ぶこと。ですね。え、ヨハネの15章の4節にイエス様が言われました。私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まります。枝はブドウの木に留まっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、 あなた方も私にとどまっていなければ、身を結ぶことはできません、ということで、身を結ぶというこの行いの身を結ぶわけなんですが、で、とかくですね、私たちは自分自身の中から振り絞って、良い行いを生み出そうとしてしまうんですけれども、そうではなくて、キリストのうちにどまるということによって、キリストがあらかじめ用意された良い行いを、私たちが行っていくということなんですね。 また、キリストのうちにとどまることによってですね、えー、何ら妨げられることのない祈りの生活もイエス様は約束されました。ヨハネの15章の7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。こう言ってるんですね。で、ものすごい約束ですね。で、これはもう本当に私たちが経験していくのみですね。 えー、とこの祈り会を私たちは毎週金曜日行っていますあ土曜日ですね、間違えました土曜日行っていますそしてそこで祈っていくということによってですね祈りが叶えられていくということを見ていくその醍醐味を味わっているしそしてここでは何ら妨げられることのないこの祈りなぜかというとイエス様が身父に祈られているこの祈りをもってですね私たちもイエス様の名によって父に祈ることができるというわけですから本当に通過の関係というか その留まるというすごい恵みの中に私たちがいるわけなんですね。そしてそのうちに留まってるとですね、約束がある。これが今日の大きな話になってきます。本題になってきます。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができる。まず現れるときというのは、これは今まで隠されていたものが神の栄光を持って現れる。 キリストが私たちのために再び戻って来られるということなんですね。イエス様は、あの、ガリラや、あ,あ,あ,あそこですね、あの、宣教の働きをされていたときに、高い山に登られてですね、そして変貌されました。で、そのことをペテロが、えっと、目撃したということをね、自分の第二の手紙で話してますけれども、でそこで、えー、同じようにキリストが現れるんだよと、来,来臨するんだよと、この、 ペテロが言ったんですよね。で、この方が戻られるということを、この何度となく人たちが、一貫して話して、力説しているわけなんです。ヘブルの9章の28節キリストも多くの人の罪を負うために、一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために、現れてくださいますと。 ご自分の待ち望んでいる人々に救い、この救いってもう救われてるんですけど私たちは、けれどもえ、救いが完成する、させるために、え2度目に現れてくださるとこう言っておられるわけなんです。天から降りて来られるということですね。そしてピリピンの3章の20節21節にこう書いてあります。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが、 救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせ、従わせることさえできる道からによって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますということですね。 えー、ここであの私たちの国籍は天にあるっていう言葉ですねあの教会生活日本での教会生活を歩んでいくと大体思い浮かぶのが墓標にですねこのクリスチャンたちの,この墓にです、ね、あのこう刻まれていたりするわけですよね。 で、大体その時に考えるのは死んだ後に天国に行けるんだっていうような考えなんですけれども、今ここで文脈を見るとですね、もちろん死んだ後天国行きますよ。これ聖書の他のところに書いてあるけど、でもここでの文脈を見るとですね、私たちの国籍は天にあって、その天からキリストが来られる、救いを与えるために来られると。そして私たちが、え、癒やしい体、今の持っている癒やしい体から、 え、この、癒やしい体っていうのは弱いっていうことですね。この肉体の弱さを持っていて、あと罪を持っている。その癒やしい体を、ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださると。その天に引き上げられて、この栄光の姿に変えられるという希望があって、私たちの国籍は天にあるんだと。地上ではないんだっていうことをですね。 私たちが、え、ここで見ることができる。で、そのイエス様が現れるときに、鍵になるのが、確信を持つことができるよ、ってこう言ってるんですね。で、この確信というのが、パレーシアっていうんですけど、えー、パレーシアっていうのかなパル、うんちょっと下手くそない、え、そうなんで。<laughs> えー、もともとはですね、言論の自由を表してます。でまあ、ギリシャの世界なんで。 あの、そのギリシャ語を使われている民主性がね、あってね、ほら言論。あの、アテネの時のファウルの世紀のことを思い出してて、ね、も、新しいアイデアを聞くために、考えを聞くために一日を過ごしていた。そういう言論の自由が元々の意味なんですね。で、言論の自由っていうのは、その、どんな考えに基づき発言して表現しても、社会的な制裁とか国家権力によって弾圧を恐れることなく、自由に語れるということなんですね。 思い出すのが、えーとですね、ナタン・シャランスキーという方ですね、ケース・フォー・デモクラシーという本を書いたんですけれども、ちょうどジョ,ジ,、えー、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領ですねがあのとてもあの大事にした人なんですが、ソ連でね、ユダヤ人ですね、ソ連でものすごい迫害を受けて、えー、この牢獄の中にいて、それから脱、えー、と外に出ることができてイスラエルの、イスラエルに移住。えーとあの 帰還したんですねでその方が言うにはですねあのその自由の尺度というのはあのこの国会広場であるとかそういうあの公の場所しかもその国の権力機関の目の前であの政府の悪口っていうか政府の批判をもう大声で叫んでそこで警察が誰も来ない、うん、な何もしない。 で、測られるっていう言い方してましたね。で、これ、恐れる必要がない。ですね、今、日本で国会議事堂の前で、まあ、でっかい声で叫んだら、ちょっとお前何やってんだとかって言われるかもしれないけども、あの、言葉でこう、叫、あ、でも、あそこでね、結構こう、あの、メガホンでね、こう、話してる人たち多いですよね、あそこのところ行くとね。だから、あの、守られているから、 あの、決してそれで捉えられることはないって恐れがないわけなんですね。で、これがも、元も々ともとの意味だったんですね。世俗で使われている意味なんですけども、で、そのギリシャ語が聖書で使われているときには、妨げられることなくとか、大胆という中での意味合いで使われていくわけなんですよ。ですね。なので、ここで、いえ、キリストが現れたときに、確信を持つことができるというのは、何ら、 恥ずかしいこともなく、何な恐れることもなく、そのまま、この栄光のお姿のイエス様のところに近づき、喜ぶことができる。そのままのこの、えー、この恐れなしのですね、自由に、この主をお迎えすることのできる大胆さというか、自由というか、そういう意味を表しているわけなんです。 聖なる神の前で、このように大胆になれるっていうのは、これはすごいことなんですよ。エデンの園でね、そうなっていたんですが、あの、アダムとエヴァが罪を犯した時に、ですね、彼らは自分が裸であることが分かって、一軸の歯を綴り合わせたもののですね、園の中を主が歩いたら、恐ろしくな、怖,怖かったので、隠れたと書いてありますね。 でこのように、この神の前に、清い神の前に出るということは、これは恐ろしい話であって、そして、この幕屋の中で神が現れて、これも神様の哀れみと神様の恵みなんですね、このイスラエルの民の中に、ど真ん中にですね、宿営の中に。 目に見える形で幕屋で現れてくださったんです。それであっても幕屋という仕切りがあって、幕という仕切りがあって、大祭司がいて、そして地を携えていって年に一回ですね、姿勢上の中に入ってようやくですね、神の前にまみえることができるわけなんですけれども、これが、えー、今や私たちは信仰によって義と認められたことによって、 えー、大胆に、えー、近づくことができるようになったということなんですね。これ、ローマの五章の二節から読みお読みしますね。このキリストによって、私たちは信仰によって、今立っているこの道、恵みに導き入れられました。そして、神の栄光に預かる望みを望んでいます。と。で、これね、英語で読むとね、アクセスとディスグレイスって言ってるのかな、確か。あの、アクセスっていう言葉使われます。アクセスわかりますよね、皆さんね。 こう、そこに入っていくことができるって意味ですね。導き入れられるというと、なんとなく日本語なんかちょっと柔らかいんですが、こう神に,のに栄光を大いに望んでいることができるようなところにまで、私たちは近づくことができているという、そういうことですね。だからイエス様が戻ってきたときにですね、私たちは、あのこのイキリストにとどまっているのであれば、ですね、いるまっているのであれば、 もう本当になんら妨げられることなくですねえ、この喜ぶことができるわけなんです。最後の最後、このすべての天と地が過ぎ去って、新しい天と、新しい地ができた。これは目視録の最後に書いてあります。ですね。そこが永遠の住まいになるわけですけれども、えー、この正義が宿っている天のエルサレムですね。でそこで、 22章の3節と4節に、神のしもべたちは神に仕え、三顔を仰ぎ見る。また彼らの額には、神の皆が記されているという、神の三顔を仰ぎ見るというところまで来たんです。 で、今、聖書通読の学びで、盲セのところ、出エジプト記を見ていますけれども、ですね、そこで盲セ神の栄光を見せてくださいとお願いしているところがあるんですね、神に。えけれども、私は見せられないと、見たら死んじゃうからなんです、盲セが。けれども、後ろ姿を見せるっていうことになって、神が過ぎ去ら、そこを通り過ぎた後の余韻っていうのかな。それを盲セにお見せになったな、なわけなんですね。 あの、あの偉大な預言者であるモースでさえがですね、えー、この神の味顔を見ることは許されなかったにもかかわらず、この最後の神のしもべたちは、えース以上の恵みに預かることができるわけなんです。で、この見舞いに確信を持つということについて、ヨハネは手紙の中で結構強調していますね。えー、っと、3章の19節から21節を読みしますね。第一の手紙ですよ。 お読みしますね。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きい方、大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責められないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができますと。 で、これね、あの、また、そのとこ、こその時にね、この、あの、詳しく話しますけれども、え、このえ、え、兄弟に真実と行いを持って愛しなさいっていう話の後に出てくるんですね。で、え、それをね、あの、本当にできてないなっていう両親の咎めを、こう、責めを受けていて、心が責められていても、そのせ、自分の気持ちよりも神は大きい方だから、あなたは、 え、神様のところに安らかにいることはできるんだよっていうことなんですね。だから自分の感情に頼る、あの、感情によって神様から拒絶されるとかそういうことではなくて、神様は神様の方であなた方を受け入れておられるんだよっていうことなんです。けれども、やっぱりしっかりとその今しめ、その、えっ、ー、と、兄弟を愛するっていう中に生きているのであれば、その神の前に出ていくときにも、その、なんら、こう、 なんていうかな。妨げられない。遠慮する必要がない。ようになっているんだよ、ということなんですね。で、あとは、4章の17節で、こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において、私たちもキリストと同じようであるからですとで。ここでも愛においてキリストと同じようであったらば、 ですね、あの、全うされているのであれば、裁きの日に確信を持つと。つまり、裁きがの日が、このイエス様が戻ってこられて、そしてキリストの御座が、えー、あるんですね。このキリストの御座によって、その前で裁かるでけれども、本当にそこでも、えー、喜んでね、えー、大いに喜んで、えー、なんら、咎められることなく、立つことができるんだよ、ということなんです。 で、この種の前に立つことができない裏腹の、その逆のことを,を見てみましょうか。どういうことかっていうのをね、見てみますと、えー、目視録の6章でですね、えー、ちょうどこの大観南時代の始まりなんですけれども、えー、この地上に神様の怒りとしての災いが下っていく中で、えー、封印が、それ、えっ、ー、と、子羊イエス様がね、封印を解かれていく中でね、大 六の封印が開かれるとね、このものすごい天変地異が起こるんですよね。で、十六章の十六節に、えー、後半から、そして山々や岩に向かっていった、私たちの上に崩れ落ちて、溝についておられる方の見顔と、み、子羊の見怒りから、私たちを隠してくれ、神と子羊の見怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられようと言って、耐えられるっていう言葉がうだと、風車 s スタン d ど神の前に立つことができるのかっていうふうに訳,あの訳されていて、まあ、そ,その通りなんですねだから御羊子羊の怒りですよの前もうもうそれあまりにも耐えられないだからどうか岩とかあの山々が自分に降りかかってくれ自分は死んだ方がまだまだいいという恐ろしさを抱いてるわけなんですでこれが 裁きの日なんですよ。子羊の前なんですよ。にもかかわらず、キリストのうちに留まっていれば、私たちは確信を持つことができる。ということなんですね。そしてヨハネが本部に戻りますと、来臨の時、見舞いで恥じることはありませんと。これ、恥という言葉ね。あの昔、あの実は、実はっていうかあの、 聞くと刀っていうね、中の日本文化のね、あの、日本に一度もいたことがない人が、なんだっけな、あの、戦時中に、あの、戦時中かな戦前かな日本研究でね、あの、書いた日本文化のあれなんですよ。で、それで、日本は恥の文化だと。そして、西洋は罪の文化だって、こう言ってね、いかに日本がキリスト教とは違う文化を持ってるか、みたいなことを書いてるらしいんですね。 でもあの、私もそれを最初はクリスチャンとして、そうだなって日本っていうのは本当はかけ離れてるなと思ったけど、恥っていう言葉、数多く出てくるんですよ。その人はキリスト教といっても西洋のキリスト教の話をしてるんであって、聖書の文化の話をしてるわけではなかったんです。聖書の中には恥という言葉がたくさん出てきます。はじめにさっきにお話ししたアダムとエヴァが裸であるのに、 恥ずかしくなかったっていう言葉から出てくるんですよ。ね。何も関わらず罪を犯したら、あの裸であることを知って、そして腰の覆いを作ったけれども、神の前に、神がおられると、恥ずかしいっていうか恥っていうものを持ったわけなんですよね。で、それで、えーえー、この罪から来る結果としての恥というものがある。これが、えー、キリストが来られるときに、 そういう風うにならないんだということをね、約束しているわけなんです。で、イエス様がいろんなところで例えを書いて、えっと、言われていて、あのー、例えば、これ王子の祝宴の招きの例えをね、イエス様が言われて、キリストが来られた時に王子がね、来られてきて、そして祝宴、 あの、ほら、ま、いろんな人を招いたけども、この、全然招きに応じなかったと。で、それでも片端から大通りに人たちを招いて、そして、えー、この祝宴、えー、披露宴の中が、あの、いっぱいになったっていうね。だけども、一人の人がね、礼服着てなかったって書いてあるんです。礼服。マタイの22章で、友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのかと、王が言うんですね。で、彼黙っちゃったんです。 それで王はミスいカイたちに、この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。その男は、そこで泣いて、歯ぎしりすることになると。いうことなんですよ。礼服を着てなかったって言うんですね。まあ、ちょっとどうですか誰かの披露宴に行った時に、あの、今の普段着で行ったら、超失礼ですよね。礼服着てなかったと。 で、この、着るということがね、結構いろいろ出てくるんですよ、聖書でね。パウロがこう言いました。主イエス・キリストを着なさい。キリストご自身を着る。キリストを身につける。だキリストのうちに留まれてある、あれと同じですよね。で、そうパウロが言ったわけなんです。で主の前では裸のようにされるよっていうことが、ヘブルの4章の13節に書いてあります。神の見舞いにあらわ、に、あらわでない。 被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは、申し開きをするのですとで。イエス様が戻って来られた時、何の用意もないものをですね、裸で歩き回ってるとイエス様は言われてるんです。あの、ハルマゲドンの予言のところに書いてあるんですけども、目示録の16章の15節に、見よ私は盗人のように来る。 裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ているものは幸いであると。この衣っていうのは白い衣。キリストによって、あの、清められている衣ですね。で、このようにキリストのうちに留まっていることがいかに大切かが教えられていて、恥じられる、あの、イエス様が戻ってくるときに、恥ずかしくないようにと祈ってる箇所っていうのは結構あるんですよ。うん。 パウロがね、ピリピンの人たちにこう祈りました。一章の9節から10節、11節ですけれども、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしたあなた方が、キリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものとなり、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされて、 神の栄光と誉れが表されますように。すごいですね。純真で、非難されるところのないものとなるようにって祈ってるんですよ。で義の身に満たされて神の栄光を表すようにって祈ってるんですよ。で、今度ね、コリントの人たちに対して、この、あの、コリントの教会ってすごく問題が多かったんですけど、でもですね、第一の手紙にこういう望みをパウルは持ってるんですね。第一コリントの一種の七節に。 その結果、あなた方はどんな賜物にもかけることがなく、熱心に私たちの主、イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主、イエス・キリストの日に、責められるところがないものとしてくださいますと。今度は神、主ご自身が私たちを固く守ってくださって、責められるところがないようにしてくださるってこう言ってるんですね。だから、祈りでもあって約束でもあるわけなんです。 わかりますかで、私たちの頭では、祈りって言うと、あ、じゃあなんかそう、ダメな可能性もあるんだよなって言ってね。で、約束的、あ、何やっても大丈夫だ。神様無条件にこうしてくださるっていうか、両極端になっちゃうんですよね。あの、祈りって言うと、もう、かろうじてわーとかやっていう感じでね。わかります言ってる意味ね。だけど、あの、これどっちもなんですね。どっちもなんです。で、これね、あの、こういうコンビネーション、これどっちも言っている、えっ、ー、と、パウロのね、言葉があって、 えっとですね、テサロニケの人たちに言ってるんですね。第一のテサロニケの手紙の5章の23節と24節で、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体の全てが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、これ祈りじゃないですか。だけど、24節で、あなた方を召された方は真実ですからそのようにしてくださいますってこう言ってます、ね。 ですね、あの天の歴帝っていうねあの、えー、ジョン・バンヤンっていう人が書いた、あの聖書の次に、えー、ベストセラーではないかってい、ね、あのロングセラーではないかと言われてるほどのものですけれども、まあ、子ども向けに書かれてるのでね、皆さん読んでみるといいですよね、あのアニメにもなってるしでです、ねえー、約束されてるんですよ、そこでは。あの天のエルサイムに行けるっていうのが。 約束されてるんだけど、そこの童貞というのが、もう本当につまずきがあって、試練があって、誘惑があって、疑いがあって、ですね。約束されているんですが、祈りがなければ、前に進むことのできない、ですね。えー、あの、険しい道だったわけなんですよね。ところで、えー、 恥と言えば、パウロは、私を福音、私は福音を恥としないっていう言葉がありますよ。あるでしょローマの一種の16節に、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。この福音を恥とするっていうのは何かって言ったら、福音が何か悪いものであるかのように、こう、ためらって、 ね、行くということですよ。信じて行くのもためらうし、またそれを述べ伝えて行くのにもためらっていく。反対されたり迫害されたりするので、そういう恐れから黙ってしまうの。これをね、福音を恥とするんです。ですね。で、これ、あの、どうしてもそうやっちゃう。しょうがないじゃないかとかって言ったら、それ逆にしたらじゃどうなるかっていうことを考えてみましょう。神の前に私たちが連れて行かれるときに、イエス様が私たちを神の前に連れて行くのは恥だと感じたらどうする恥だと。 ああ、この人を連れてきたら神様やばいんじゃないかなとか、神様にやばいなとかって、で、連れていくことはできないって控えちゃったらどうでしょうかそうじゃないですよね。恥としないんですよ、イエス様が連れていくときに。これは私のものになっていると宣言してくださるわけですから。だから私たちもイエス様の名を言うときに恥としないわけですね。人の前でイエス様を言う。そして福音を語る。また福音の中に生きていく。これ恥としない。 で、28節でで、節したで。続いて29節ですが新たな話題にトピックに入ります。神に生まれたものって話になるんですね。もう一度29節読むと「あなた方は神が正しい方であると知っているなら義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずですと」と3章ではこの「神から生まれること」についてじっくりと話していきます。 で、この説29節は28節からの続きで、キリストが現れた時に恥じることがないということが、キリストにイエス様の義のみに満たされているんだと。いうことをね、さっきのピリピの一章でパウロー言ってましたけれども、義を行うものになっていること、なっているんですね。そのつながりで、この正しさ、義について、ヨハネが話しているんですね。 で、まずね、あなた方は神が正しい方であると知っているならって言ってるんです。これ当たり前のように聞こえるかもしれない。神は正しい方だと。当たり前のように聞こえるかもしれない。でも実は当たり前じゃなくて、信仰者だからそう知っているわけなんです。多くの人は神は正しくないとします。悪魔がそうでした。蛇の形を取ってエヴァ,エヴァに。神が善悪の知識の木から取って食べてはならないと言われたので、これ利己的な理由だと。 え自分と同じようになってほしくないと思ったってね、そのように言って、偽ってね、抽象して、神のこと言ったわけですよ。神は正しくないっていうのは、これ、悪魔から出ているんですよね。でも、私たちは神は正しい、キリストは正しい方を知っています。人間には正しさがないんです。人間に正義はないんです。いや、いやそん<の>なことないですよ。人間に正義ありますよ。人間が自分たちの義を立てようとしたときに一番悲惨なことが起こっています。 ヤコブ書に一章の二十節に人の怒りは神の義を実現しないからですと言ってますね。も、ま、う、あ、かりやすいのは歴史の中では共産主義ですよ。ですね。共産主義の人たちが殺した人数というのは、ナチスがユダヤ人を殺した人数より多いんですからね。あんま知られてないんですけれども。はるかに多いんですよ。で、彼らはいいことを言う、理想的なことを言うんですよ。正しいと思ってるからやっちゃうんですよ。 人間の義というのは悪魔的なんですよ。この悪魔がエヴァを惑わしたようにですね。なので、正しいものは一人もいないっていうことを知る必要がある。それと同時に、キリストこそが正しい方なんだっていうことを知る必要がある。先ほど詩編を読んだを引用したのが、ヘブルの一章の8節と9節にあるんですけれども、えー、詩編の45節編でしたっけか。 えっと、巫女についてはこう言われました。神よ、あなたの王座はよいを限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、不法に組む。それゆえ神よ、あなたの神は、喜びの油であなたに油を注がれた、あなたに並ぶ、誰よりも多くと。義に、義をもって公正をもって、王となっておられるわけですね。で、イザヤがこう予言しました。32章の一節で見よ、一人の王が義によって治め、 市長たちは公正によって支配すると。エレミアはね、大胆にこう言ってますね。えっと、見よその時代が来る。えっと、23節の5節から。主の言葉、その時、私はダビデに一つの正しい若い枝を起こす。彼は王となって治めて、栄えてこの地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私たちの義。それが彼に呼ばれる名である。私たちの義って言ってんですね。 セドケイヌってうかな確か。えー、その、主は私たちの儀。イエス様が私たちの義だと。なので、儀を行う者も皆神から生まれたことが分かるはずです。と、こう言ってるんですね。このつながりを説明しますね。えー、まずね、えっ、ー、と、こう私たちの頭の中では、神から生まれたから儀を行うっていうふうになるんですけど、これ逆、 逆に書いてるんですよね。企業を行うものは皆、神から生まれていることが分かるはずですと。で、これが、あの、ヨハネニが強調しているところ、こう、神によって生まれたと言いながら、不義を行っているっていうね、余地を私たちは残すわけですよ。その、あの、言ってることが本質だと思っちゃうんですね。 けれども、行っていることが本質なんですよね。そこからも実体が出ている、実質が出ている、自を行っているものは皆神、あの、確かに神から生まれていることが分かると。それを言っているわけなんですね。で、神から生まれているというのには二つの意味が使われています。一つはね、性質を受け継いでいる。新しい性質、神の性質を受け継いでいるということです。第二ペテロの一章の 三節にこう言ってますね。私たちをご自分の、ご自身の栄光と栄養によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは、命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄養を通して、たっとく大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の不快を免れ、神のご性質に預かるためなのですと。神のご性質に預かって、 いるんですね新しい性質によって DNA のようにしてイエス様のキリストの性質に預かってその中で義を行っていくんだということでこれが、えー、とこのあの生まれるっていう、えー、一つの意味なんですねもう一つはね従うということなんです習うって言った方がいいかもしれないですねエペースの御書の一節にですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいとあのー 神によって生まれたんだから神様父ですよね。お父さんですで。父のことを真似るんですよ、子供は。そうやって生きていくんです。だからイエス様が敵を愛しなさいと言われたときに、ここで、まあのこう、どうしても敵を愛しなさいという言葉だけが強調されるんですが、文脈を見ると天の父が悪いものでも、 良いものでも太陽の光を与えて、恵みを与えていると良くしておられるように、その天の父の子供になるために、敵をも愛しなさいという話をしたんです。父に習うものとなるという意味で、神から生まれたものという意味が出てきます。 もちろんこれは自分の力では決してできないことで、でもキリストのうちに留まるというこの特別な関係ですね。で道ちとみ、子が私のうちに留まっておられるという特別な関係の中で、クリスチャンはキリストのように生きていくことができるわけなんですね。そしてその行き先はキリストが現れたときに、 イエス様と共に歩んでいるので、何ら違和感なく、確信を持つことができるということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして、イエス様の前に出ることが許されていることを感謝いたします。主が現れたときに、私たちがイエス様にとどまっていれば、何ら 恥ずかしいことはない。そしてあなたが変えてくださる。このことを知っています。主匠どうぞ、この精霊によってさらに理解を与えてくださって、私たちが本当にイエス様が戻って来られるビジョンを、幻を明確にさせてくださいで。目を覚ましなさいとあなたは言われました。私たちがこの、このビジョンから、この与えられている幻を、から、この、が、 とか、見えなくなることがないように助けてください。お願いいたします。主が固く私たちを保ってくださると約束されていました。ありがとうございます。そして私たちが避難されるところのないものとなるようにという祈りもありました。まだ途上なんですけれども、主を。しかし、そのように生きていくことができるようにどうか助けてください。日々、減り下って悔い改めつつ、そのことによって、 イエス様の匂姿が私たちに形作られていきますように。主の皆によってお祈りします。アーメン。